巨人坂本、チームが9月に導入の最先端秘密兵器で試合間、最新の測定機器で計測したデータをもとに、回転率、変化量など細部まで投手の投球を再現する打撃マシントラジェクトアークだ。チームが9月に導入。実際の投手とほぼ同じ投球の軌道を相手に打撃練習を行うことができる。うちの近所のバッティングセンターにもある。一勝したからってもう浮かれてて草。最先端兵器買ったのに阿部がバント練習また再開しまくってんのマジで草。全く役に立たないのを実証。今したら DNA のヘロヘロ玉打てなくなるよ。最新の機械でやるバント練習はどうだ？これでやるのがバントって分解して鉄打った方がええんちゃうか？モイネロ対策してて草。モイネロの前に横浜対策しろよ。よく見たらモイネロと対戦してて草。浮かれすぎだろ。その前にちゃんと身体作らせた方がいいのでは？もやしみたいな野手陣見るの嫌すぎるんだが。今更かよ。何年前の記事かと思ったわ。むしろ今年導入したの？遅すぎない？ジャッジを覚醒させたと言われてるマシンか。周東対策して栗原に打たれまくったあの頃と変わらねえな。併殺、スクイズ、相手のミスでしか点取れてないのに試合感。昨日は明らかに気合入ってたもんな。初日からその姿勢でやれば違ったろうに。この技術は割と最先端やぞ。日本でもまだ3球団しか導入してないどこが時代遅れなんや。ご視聴ありがとうございました。